あー、落ち着く。マジで落ち着くわ。はい、皆さんこんにちは。ミカミックスです。バイオハザード7。では、続きをやっていきましょう。まあね、ちょっとここの心のオアシスから出たくないんですけれども、まあ、引きこもりなんでね。でもまあ、男には行かなければ行かない時がある。このさ、このアイテムさ、持ってけないのかね？リュックサック手に入れたじゃん。で、リュックサックに詰め込んじゃえばいいと思うんだよね。アイテム欄さ、1個圧迫してもいいから、アイテム欄1個使ってもいいから、ちょっとこれ持ってきたいんだけどな。まあ、そういうわけにもいかないのか。戻しておきましょう。じゃあちょっと、アイテムボックスを整理して、で、カラスの鍵手に入れて、カラスの鍵って本館で確か使うとこありましたよね。地図を見てみると、どこだ？あ、ここ、ここ。資材室、資材室、資材庫か。資材庫が、カラスの鍵を使えるんで、まずはね、ちょっと、資材庫を覗きに行きたいと思います。で、アンティークコインは預けるでしょ？クランクも多分もういらないと思うんだよね。で、あと固形燃料か。固形燃料預けて、バーナーのね、燃料が全くないんだよな。ちょっと固形燃料がどれくらいあるか。固形燃料2つか。まあ、とりあえず一旦資材庫に行くのはこの装備でいいかな。で、本館を覗きに行くんだけど、本館はな、敵は出てこないかな。大丈夫かな。で、こっちの方から行って、ちょっとクリアリング的なものはしつつ、なるべく急いで行こう。よし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 、オッケーですと。で、ここですね。カラスの鍵を使って。あ、お、すげえ、なんか置いてある。グレネードランチャー、やった。アイテムあるけど、ちょっと一応閉じとこう。ここは これなんだ。あ、固形燃料か。固形燃料ってあんな形してたんだ。一応上から下までね、見渡さないといけないんで。これはガンパウダー。ここも大丈夫かな。他はこれ。ショットガンの弾。よしよしよし、すげえ、いいな。あ、まだあるね。上位弾。上位弾はグレネードランチャーの弾か。てかさ、グレネードランチャー手に入れたってことは、アイテム欄がまた半端ないことになってんな。武器が多すぎるね。ハンドガンはまあ持っときたいからな。グレネードランチャーちょっと重いから、置く？使いたいけど。多分ね、弾数がね、そんないっぱい手に入らないと思うんすよ。で、マーガレットのイベントが終われば、多分ね、バーナーが必要なくなると思うんで、そこでグレネードランチャーと切り替えますか。じゃあちょっとまた、トレーラーハウスに戻りましょう。まあ、ここはもう多分、敵は出てこないですね。ただね、こうやって安心しきってるところに またドワーって出てくると、めっちゃ怖いからな。で、固形燃料手に入れたから、バーナーの燃料1個作りますか。グレネードランチャーは一旦置いておいて、で、ガンパウダー置く。ジョイダンも置く。カラスの鍵はもうないよね。置く。で、薬液を取り出す。で、バーナーの燃料を作って、で、セットして、100か。100は不安だよな、本当に。もう100欲しいんだけどな。かといってな、固形燃料をまた使うのもな。あ、キーピック1個あるね、そういえば。まあこんなものでいいかな。グレネードランチャー持ってけるかな。2マスでしょ。でも弾も入れないといけないから、3マス使うってことか。弾がそもそもないからね。まあ、グレネードランチャーは置いておきましょう。じゃあさて、ちょっと出かける前に、一旦これを確認して。よし、落ち着いた。じゃあ行きましょう。中庭から出てきたので、中庭の方を
ちょっと探索していきます。ここら辺とかもう速攻で戻ってきたからね。あ、あるあるある、薬液鏡。あとちょっとアイテムを探しつつ、あれどっから来たんだっけ。あ、この穴か、この穴から来たのか。もう少しここら辺、もう暗いところになるとな、アイテムが落っこってんだか落っこってないんだか、もう印が出ないと絶対わかんないからね。あ、これなんかあるね、お宝の写真。またお宝の写真か。ちょっと見てみましょう。これ何、トイレトイレだね。俺のお宝はここに隠した、見つけられるなら見つけてみな。トイレに隠したのか。トイレって何箇所かあったよね。さっきの資材置き場のところもトイレありましたからね。これはなんだ、特によくわかんない、ポストみたいなものかな。あれ、こっちも行けるな。うん、びっくりした、なんだよもう、草がさ、なんかすげえ人に見えたんだけど。このままこっちに行くかこっちに行くかだけど、こっち行けんのか、なんか鍵かかってそうだけど、一応調べるだけ調べよう。あ、向こう側から施錠されてると。ってことはこっちの上に登っていくんだけれども、ちょっと薬液鏡とお宝の地図は今のところアイテム欄を圧迫するだけなんで戻りましょう。こういうね、ちょっと細かい作業がバイオハザードは必要になっちゃうんで、どうしてもね、アイテム欄については開けておきたいっていうのがあるんで。で、お宝の地図、トイレあったよね。あ、ここかい、マグナムの弾。あ、やった。ただ肝心のマグナムを持ってねえからな。じゃあまず薬液鏡を預けるでしょ。で、お宝の写真ももういらないでしょ。今回のお宝の写真早かったな。で、マグナムの弾も、そもそもマグナムがないんで預けると。で、アンティークコインって今何枚持ってる？全部で9個必要なんだよね。5個か。てか汚れたコインとか。なんなのこれっていう。ではちょっと一回アイテムを手に入れたんで落ち着きましょう。ふぅー、まったくほんと落ち着くわ。じゃあ行きますか。とりあえずまたここの道を行ったり来たりで、ほんとあれですけど、上に登っていきましょう。怖えな、全くこういう新しいところはね、嫌なんだよね。空いてるね、さすがにね、走り回れないよ。え、何これ、え、どうなってんのこれ。え、ちょっと待って、一応周りをもうちょっと見てから行こう。うん、ドアが閉まった音か。ドア閉まるの遅くないか、こういう中とか。あー、キーピックか。どうしようかな、キーピックちょっと1個あるからね。で、分離剤、あ、そっか、分離剤があるから。でもね、分離剤わざわざ分離させて使うかって言われるとそうでもないしな。固形燃料ある。あとは、あ、いっぱいあるじゃん、ハーブ、ハーブ。なんでハーブがこんないっぱいあんの？危なくないか？大丈夫か？分離剤があって、ハーブがあって、固形燃料があって、キーピックがあって。ちょっとこれは、まずい流れだぞ。アイテムがこれだけあるということは、この穴に落ちると、落ちるんだよね、こうやって。落ちちったよ。しかも、オートセーブが来た。オートセーブが来た。一応、地図だけ確認しよう。左側に行ける。これはなんだ？お、なんかの装置だね。暗いなー、相変わらず。ちょっとずつ、あっちにも部屋らしきものがあって、ここにもトイレがあるな。トイレ豊富だね、この家。
いつどこでもトイレができる。水が流れてるかって言われるとちょっとあれだけど、あれなんかある、んこれ何、え何どこにあるのこれ。あ、格子で塞がれている。単に調べられるだけか。んどういうこと。あー、あれここってさ、あれじゃん、鍵がかかってるってなったとこじゃん。でも塞がれて塞がれてってなったら、まあ、いけないか。鍵らしきものもなさそうだしね。あとはなんでさ、こんなさ枝みたいなのがすげえ伸びてんの。こういうところは特になさそう。あ、なんか壊せそうこれ。やっぱね、こういう時にナイフが役立つと。ハンドガンの弾、ここもなんか壊れてんな。いける？いけない。特になんかが置いてあるわけではないか。一応ショットガンに持ち替えて、あとこの棚だよな、こういうところとかは特にないかな。何にも置いてないですね。じゃあ右側もいけんのか。こっちの扉、ここら辺も特に何も落ちてない。開けよう。開かない？開かねえじゃねえかよ。ってことはじゃあやっぱりこっちから行かないといけないのかな。ちょっと待ってよ。で、お、なんか置いてあるね。精神刺激薬か。今取ったちょっと精神刺激薬1個邪魔だな。これだけでは、あ、違う、精神刺激薬はもう完成されてんのか。なんだっけ。向こう側から施錠されてます。あとこっちの奥か、ここ。うわあ、なになになに、おお、雲かよ。ちょっと待って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 、バナ、え、なになに、ちょっと待って、めちゃくちゃ、どこ、ここか。超焦ったわ、もう。あ、もう邪魔。ちょ、バーナーの無駄遣いしちゃったかな。で、これ一応開けられましたと。減ったな、黄色くなっちったよ。で、しかもショットガン撃った俺。全然無我夢中だったんだけど。え、ショットガン撃った俺。弾減ってね。撃ったの。ビビりすぎたな。ここ。うわあ、なになになに、おお、雲かよ。え、なんか今落としなかった？どうする、ハーブ1個使うか。あー、しかもナイフになってるよ。もう、なんなんだよ、一体ここは。あ、なんか、うわ、これも雲か。これは、ちょっと、ナイフで、頑張ろう。ギリギリのところからね、行くとね、大丈夫なんだよね。これちょっとずつ前進して、あれ、月とかの方がリーチ長いとか、ある？そういう、あれではないか。ちょっと時間がかかって申し訳ないけど、ここはやっぱね、節約していかないといけないんで、バーナーの、燃料はめちゃくちゃ貴重なんで、弾が見えるね、弾が。よし、この位置だな、この位置。よし。これは多分ノーダメージでいけそうだな。上が届かないか、もう一歩だけ出る。ちょっとずつ出て。あー、くっちったか。これ難しいね、このすっげえギリギリのところっていうのが。もうちょっと上。こいつさ、旗から見ると絶対怪しいよね。なんなの？もういいや。減っちゃった？あ、一応でも緑ではあるか。さて。じゃあ、開けて。え、ショットガンの弾、8発って何？薬液強。弾多すぎだろ。いや、マジで弾多すぎだよ。これ超明るくね、これ。
これ持ってこうよ、これ。これ何？なんでこんな光ってんの？え、すごくね？この光。ま、この光があるからここはこんな明るいんだろうけど、これ持ってけないの？え、電線とかなくね？電線っていうかコード。下にコードが伸びてんのかな？超明るいわ。あとはそうすると、ま、だいたい探索したよね。じゃあ上に行きますか。うわーやだなー、2階かー。うわー、だったった、なんだ、きた、構えろ構えろ、おら、ショットガン、ないない、ちょ待って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 、はいはいはい、武器攻撃、なんだよ、え、どっか行った、ちょ、とりあえず2階に行く、え、超やだ超やだ超、捕まえちゃうよ、え、ない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 、うっ、来た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 、ない、どこだどこだ、うん、どこ、え、いって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 、あ、こいつか、あ、な、あ、何のこいつ、何のこいつ、いや、何のこいつ、ちょっと待って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 、これこれはちょ待って待って待って、回復回復回復できないの、ちょっと待ってよ、などういうこと、回復して邪魔邪魔邪魔、なんだこう、股間にさ、何つけてんの、うわ、ここからどうするつもりなんだい、ちょっとやっべえよこれな、超死にそうなんだけど、え、どうしちゃいいの、とりあえず回復回復回復で、回復のさ、モーションがさ長いんだよ、この股間に、うん、なんだなんだなんだ、おらおら、うわ、いって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 、いや、モーションが長いね、これ。やばい、やばい、やばい。てか、ハーブとかさ、もう、ハーブを使うしかない。いや、ショットガン、これちょっとあれだな。なんか怖いんだけど。なんだ？いきなり出てくるかな。これちょっと取るよ、回復薬だ、もうちょっと回復薬使っちゃおう、ん、いる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 、違う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 、これはあれだ、勝ちだ、バカな子だね、どうせ最後には見つかるってのにさ、なんだよ、ちょっと明るいな、ここいいね、どこだ、これはマジクリアリングして戦わないと、アイテムここ近くさ、これアイテムさ拾いながら戦うの、うん、おら早く早く弾を込めろ、おらおら弾を込めろ、いやーに逃がすか逃がすか、うわ来た、これ強えな、うわ、おら、うわ、なるほど、これぶっ倒れた後にさ近づくのは危険なんだね、おらおら、マジでもうまずい、回復薬、あー、ちょっとハーブしかない、ショットガン、ちょっとこれリロード速度上がったとはいえ遅いな、どこだ、なるべく見通しのいいところで戦おう、それとも、お、このね、虫が来たときはちょっとやばいんだよな。で、多くねえか、虫。え、ちょっと待って、ちょっと待って、よし。で、虫が来たってことは、ん？発見。来るか？おら！おら！よし、この間に、リロード。よし。ん？逃げるか。あー、逃げていくんだな。なるほど、あー、そういうことか、なんかあるね、なんだった今もうなんだかわからん、あ、来た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 、ちょっと こんなことしてる場合じゃない、おらおら、弾を込めて、おら、やばい、あと8発しかないわ、今なんかでもアイテムあったよね、取ろう、なんだかわからん、マジで、
なんか声がするんだよな。どこだ？もうここが一番もう戦いやすいわ。来た、ハムシ。あ、これはもうしょうがない。ナイフを振り回しつつ、ちょっと待って、どこだ？ん？いた？どこだ？ほら、行って行って。お、来た！くそ！やばい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 。これさ、もう画面がよくわかんねえんだよ。うわーってなってる時の。ほらほら、逃がすか逃がすか、いって。うわー、やられたか。ちょっと待ってね、リスタートしよう。強いこいつ。変異マーガレットについて、姿が見えないとき、虫を生み出しているときもあると。うん、まあ虫が来たかんね。巣がある限り虫は際限なく湧き続ける。発生を止めるには、壁や天井の巣を破壊するしかない。こっからかよ。え、ここまたじゃあ全部さ、アイテム探索しないといけないってこと？え、マジか。ボス前のところからが良かったんだって。ここら辺とかって多分まだ取ってないっしょ。あ、取ってあるね、アイテムは。あ、ここのアイテムは取ってあんのか。キーピックでここ開けるか。で、下は多分降りてないよね。下降りて、ちょっともうアイテムの位置とか忘れちゃったよ。で、ここが開かないんだよね、虫がいて。で、こういうところにもなかったっけな、ないよな。で、箱があったよね。ああ、やっぱ箱は取ってない。ついて、あ、ショットガン弾になってる。やったー。で、こっちに来るでしょ。で、左側はなくて、こっちで行けたんだっけ。あ、行けない。で、ここだ。ここにね、雲が湧いてたから、これをまず排除しないといけないんだ。これもちょっと時間がかかって、あれだけど、これ徐々に、徐々に切っていきましょう。おら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 。これ上に戻れないのかな？降りちゃったら。一回戻ってさ、アイテム取ったらセーブしたいんだよね。それは無理か。ほらほら、もういいや。これなんだよ。これで開きました。で、結局これ減ったんだよね。あ、大丈夫か。で、あとはここら辺の、あ、こいつだ。もうめんどくせえからバーナーで焼くか。ぼーっと、はやっ。で、ここで取って、あと、こっちはなかったっけ。で、この段階でセーブしたいんだよ、この段階で。上とかって帰れないの、これ。いや、無理っぽいな。帰れねえわ。そうすると、マーガレット戦か。ハーブは1個使っておく。血がついてるからね。で、この階段で出てくるんだよね。いきなり掴まれるから。薬液強。固形燃料。分離剤。ショットガンがな。ちょっと最初テンパりすぎたな。ハーブ使う。これ調べるのかい。使うんだよ。アイテムを使用しますと。これ使って。で、ここで出てくるから。これってさ、もういきなりさ、この状態にできないの？来る？ん？うわー！くっ、こんなの？もう一発いける？で、そう、これでどっか行くんだ。なるほど。で、どこで戦ってたっけ？ここは虫がいるけどな。あれ？で、ここら辺で一回出てきたよな。あれ？下に降りちゃったよ。
はい、なになになに、ちょっと待って、あれあれ、さっき下に降りて戦ったの、ここがやっぱね戦いやすいかな。いつの間にかどっかから出てくるからね、ハーブもあるし。さあ来い、どこだ、ん、声した、来るか、どこだ、どうだ、来た、おらおら、一応2発叩き込むはひるむね。その間に補充して、無理か、あれはハンドガンで追撃した方が良さそうだな。おお、さて、リロード、ハンドガン、いや、ここはショットガンしよう。ダメージは食らってないか。で、多分ね、虫が、ん？来てるか？歩いてね、来てくれると助かるんだよね。ちょっと長期戦にはなりそうだな。やっぱここだな、ここを陣取ろう。多分もうちょっと動けば、あっ、かっか、虫か、これは、これは虫だな。多分ね、近づいてくるときある程度音がすると思うんだよね、マーガレットの。いるか、ん、来た、いたね、逃がさんよ、この、おらおら、で、これをもうハンドガンに切り替えよう。おら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 、こういう時にね、ちょっとずつダメージを与えていく。おらおら、うわ、くそ、これだ、これがきついんだよな。おら、あ、弾がない、弾を込めて、うわ、なるほど、ちょっとこれは、待て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 、この状態まずい、この状態まずい、距離を取る、ちょっと待ってしょ、これもうないよ、もう逃がすか、逃がさない、でもうどっか飛んでっちゃうと見失っちゃうから、これ取ろう今のうちに。よし、ショットガン弾ゲット、ショットガンに切り替えて、ハンドガンな、ちょっと無駄遣いしすぎたな。ハーブを1個使っとく、使った今、あ、使ったね。あとはどっちから来るか、上とかもない、一応チェックしておかないと思う。バーナでキャラをこいつは、さよなら。さて、バカな子だね、どうせ最後には見つかるってのにさ、どこだ、来るか、ん、ん、いた、おら、うん、おら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 、よし、いっていっていって、これがさ、これジタバタするのが強いんだよね。ほら、いや、今当たってないな、あ、倒した、あ、倒した、固まった、おお、強かった、マジでこいつは強かった。生き返ってくるなよ捨て台詞があれだね。よし、ランタンゲット、倒した。いやー、いろいろアイテムを漁っていこう。固形燃料と薬液、ハンドガンの弾が完全になくなったからね。た
多分もうこれ安心してここは探索できるかな。ここなんかね、回復薬で、あれここどこなの、あこっち側、あそこにはしごみたいなのがある。あとは薬液、あやっぱマーガレットあれなんだな、強いんだな、バーナーの燃料持てねえし。どうしようか。そうすると薬液とこれをよし合成して、だいぶ空いたな。でバーナーの燃料でしょ、でバーナーの燃料は多分これ合体させればよし146で、多分これこっから上に行くのか、こっから上に行けるけど、もうちょっと探索をしましょう。一応この虫が飛んでるね。これはまたバーナーの燃料か、いっぱいあるね。いややっぱりここはあれなんだな。いやすげえすげえすげえボス戦だからアイテムが豊富に用意されてるんだ。こっちとかはこういうところとかも、ああショットガンの弾あるね。ってことはさ、俺だいぶ節約できたね。で本当はこういうのを駆使しながら戦えってことでしょ。これどこ、あこれここか、鍵を外して行けるようになりましたと。んこっちとかはこっちとかさすがに行けないか。これは引き出しだからさっき開けたでしょ。あれあのはしご何じゃん。あれこれこっちから変え、あれどういうこと、いまいち間取りがわからん。ちょこっちを登ってみようか。登りました。あそうか、2階ってもともとだって行こうとしたらマーガレットに襲われたんだもんね。でなんだか訳が分かんないうちに俺下に降りちゃったんだよ。だからここは全然探索してないと。で例によってトイレ、あれどうなってんだ。とりあえずアイテムをかっぱらっていこう。でまたバーナー、いやすげえわすげえアイテムの宝庫だ。あれそう、ここ通り過ぎたよね、なんかあるなとは確かに思ったんだよ。でこれ以上持てない、固形燃料はまだ持てる。どうしよっかね。じゃあランタンとか邪魔だな、ハンドガン、ガンパウダーも持ってねえしな、ハーブもうここ多分ね来ることないと思うんだよね。でここで出てきたんだよね、ここでマーガレットがうわーって出てきて、俺がもうわけわかんないうちにここら辺をこうやっていったから、多分ここら辺から下に降りたんだね。でここら辺2階だから、こっちの方とか、まあアイテムらしきものはないかな。あった、ハンドガンの弾。どうする、ハンドガンの弾だって補充しときたいよな。分離剤か、バーナーの燃料、いやもう全部無理だ、全部必要だよ。ハンドガンにして取れないのか。これはバーナーの燃料、バーナーの燃料はまあ取れるね。でここは開く、ん、あそういう感じではないか。ああ一応2階に行けるよっていうことなんだね。あのはしご登ればこれも壊せんのかい。でこれで下に降りて、であそこが、ちょっと待って待って待って、登らない登らない、あここがいつの間に、え気持ち悪い、何これ、あ単に壊れただけか。あ帰れる帰れる帰れる。でショットガン弾取っとこう。で外に出れると、そういうわけか、鍵を外して、ああなるほどね、よし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 、帰ろう、もうこんなとこ、とりあえず例のオアシスに行こう、オアシスに早く、俺はブラジャーを見たい、ブラジャーを見ないと落ち着かない、はあブラジャー、ああただいま、
あー疲れたー。だいぶちょっと時間がかかっちゃいましたけど、無事マーガレットも、倒すことができましたので、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。で、今まで何回そのワンダーと海外旅行に行ったのかっていうのをちょっとね、あのパスポートを見て確認してみました。で、そうするとこんな感じになってましたね。